人見てるんだ。入り口に立ってる二人、顔がそっくりね。双子かしら。え、一人しかいないけど。あら、どうして。見間違えたのかしら。マスター、おかわり。まさか酔ってるんじゃ。はい、ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。しかも最近話題の旅人じゃない。え、オイラたちを知ってるのか。もちろん、カチーノを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもの。おばあちゃんに新しいお友達ができたのなんていつぶりかしら。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。本当ならおばあ様って呼ばないといけないくらいなんだから。おばあちゃんは名園の主の有名人だから、みんな勇気がなくて話しかけられないの。あらあら、治安か。私の前で悪口。悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。お得意さんのお友達はきっとお得意さんになってくれるでしょ。もういいわ。お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに吐いたりしないから。じゃあその言葉を信じるわ。シトラリ、シトラリ、誰。はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。この黒曜石のシトラリと勝負したいの？おい、起きてるか？誰もいないところに向かって喋ってるみたいだけど。勝負してどうなるの？負ければ怖くなって、私から逃げるんでしょ？どいつもこいつも。私をシャーマンの妖怪だなんて言って。私のどこが妖怪よ。どこが妖怪に見えるの。シトラリばあちゃんは妖怪じゃないぞ。そう、暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、大霊と話したり、瞑想したり、それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。新入り、そう、君のことよ。とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。わかりにくかった？ふん、やっとマナーのわかる子が来たみたいね。そう、おばあちゃんはすごいのよ。すっごく頑張ってるんだから。ほんと、まさか目を開けたまま寝たのか。漆黒の帳の中で憎悪の幕が開かれる。煙の中には、おばあちゃんは瞑想してるの。飲みすぎるとこうなるだけで、寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か。名園の主っていうか、シトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。でもおばあちゃんにできることはなかなか真似できない。警戒、警戒の赤が昇る。あの瞳の中に、わあ、
旅人、パイモン。私、どうかしたのか。ちょっと、気球が、ちょっと、大丈夫？うわ、吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことをするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。ほんとよ。大丈夫か？ちょっと歩いて呼吸を整えるか。はぁ、話したいことはいっぱいあるんだけど、どう言えばいいかわからない。なんでだよ。言いたいことがあるなら言えばいいじゃないか。君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか。そんなんじゃないの。羞恥心よ、わからない。こんなに長く生きてきてもまだ捨てきれないものなのよね。君にだってそういう気持ちはわかるでしょ。実は。え、何？いい機会だし行っちゃおうぜ。私の心の声？気にしないでくれ。別に大したことじゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない！なんでそんなことが起こったの？声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて、そんなのありえないでしょ？家の鍵がかかってなくて、キャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だってパジャマ姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。みんなすることをしただけなのに。外に出ましょう。話したいことがあるの。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざらい吐こうとしてる犯人みたいだ。この風景、悪くないでしょ。一人の時は、ここに来るのがすごく好きなの。確かに、すごい見晴らしだな。はぁ、あ、泣きたい。え、泣かないでくれ。どう慰めていいかわからないぞ。泣きたい気分って話。まったく、助けてもらってるのに。お礼を言われるなんて、私かっこ悪い。あんまり気を使わないで。じゃないとしんどすぎるわ。いいのか？お前って年功序列にこだわるやつなのかと思ってたぞ。昔はそうだったかもね。それと、確かに名園の主の人にはそういうことは言わない。みんなの目に、私は変なおばあちゃんとしか映ってない。
この認識はもうずっとあるものだから、なかなか変えられないの。普通の人とあんまり変わらないと思うけどな。名園の主の子たちがその言葉を聞いたら発狂するでしょうね。グラスバーバは偉い人なんだから、そんな言い方しないでって。チトラリがすごいから怖いんじゃないか？怖いって人もいれば、悔しいけど勝てないって人もいる。それでだんだん、私とどう付き合えばいいかわからなくなっちゃったのかもね。君たちは？私が怖くないの？え？全然怖くないと思うぞ。君たちは名園の主で暮らしてないから、私がどれだけの人の才能に対する幻想を打ち砕いてきたか知らないもの。私を見れば、たとえ一生を費やして頑張っても、私のように生きた伝説にはなれないとみんな悟ってしまう。ちょっと大げさに言ってるわけじゃないのよ。信じてくれないのなら、聞かなかったことにして。え、信じてないわけじゃないぞ。シロネンもお前のことを真っ先に思いついただろ。オロルンだって怖がってないし。あいつにとって、お前はばあちゃんだからか？ええ。あの子は特別なの。君たちは、私とオロルンを助けてくれたし、マービカ様の計画も知ってるから、本当のことを話してもいいか。ナタでは、オロルンは実は特別な存在なの。捨てられた子だって言ったでしょ？捨てられた理由は、あの子の魂が不完全だからよ。これは名園の主では不吉な兆しで、役と災難をもたらすって言われてるの。両親が誰なのかは誰も知らない。あの子は村外れの石の上に置かれてたの。獣とかに食べられなくて、本当に運が良かった。名園の主では、人の魂は見えるものだと信じられてる。そしてオロルンの不完全な魂は、あの時のナタにある可能性を提供した。ある儀式を行うのよ。その中で、オロルンは媒体となる。具体的には、散らばった魂をオロルンの体に入れて、ヤガミの国に送るの。この儀式を完成させれば、血脈の力を強化できる。ちょっと待て！なんかおかしいぞ！ええ。すぐに要点をついてくれたわね。ヤガミの国が破壊されて、中の魂は死散した。血脈に帰れず、さまようことしかできない魂がいるの。そして魂がチリジリになったせいで、ヤガミの国は衰退の一途をたどってる。でも、さっきの方法でなら大量の魂を一気に送り返すことができるから、お互いにいいことなわけ。ただ、媒体としてのオロルンは、完全に生贄になるのよ。でも、族長がこんな方法を思いついたのも無理ないの。当時、血脈の状況はかなり悪かったし、ナタが滅びるなんて誰も望んでいなかったから、ちょうどいい人材がいるのなら、試してみたくなるものよ。族長が意見を聞いてきたけど、私は承認も反対もしなかった。彼らは試み、そして失敗した。それでオロルンは助かったってわけ。笑えるでしょ？承認しなかったからって正義とは言えない。だって、反対しなかったってことは、黙認したってことなんだもの。もし儀式が成功してたら、オロルンは死んでたかも。名園の主では、生と死は忌避するような話題じゃない。でも生まれたばかりの赤ん坊を死なせるなんて、あんまりだわ。あの子の生きる意味はどうなるの？それは他人のために命を捧げることだったっていうの？あまりにも不公平じゃない！だから、計画が失敗したと分かったとき、
罪悪感に駆られながらも、私は密かに安堵した。この計画は秘密にはされなかった。あるいは、秘密にする必要がなかったのかも。オロルンが大人になって調べてみれば、子供時代の経験の意味はわかるはずだから。オロルンは生き残れてよかったと思うだろうとみんなは思ってたし、あの子も何も言わなかった。でもその件を忘れかけた頃になって、あの子、急に聞いてきたの。ばあちゃんじいちゃん、もしあの時、儀式が成功したら、ナタは助かっていたのかな、って。そんな、あいつのせいじゃないのに。へえ、あの子はわかってるはずだけど、それでも気に病んでしまうのよ。あの子は魂に対して敏感だから、血脈の状況がどれだけひどいか、人一倍わかってる。今でも、ナタのために何かすべきだと思ってるから、ファデューに協力したんでしょ。まったく、一体何を吹き込まれたのやら。隊長はもう方法を見つけたって言ってたよな。オロルンもその方法でいけるって思ってるってことか？このまま放っておくわけにはいかないぞ。あいつによく言い聞かせないと。おい、シトラリ、顔色が悪いぞ。大丈夫か？帰って寝るか？多分、飲みすぎたのかも。大丈夫。風に当たれば良くなるから。もう、やっぱり飲みすぎた。はあ、帰りましょう。どう感謝すればいいのかしら。君たちには、本当にたくさん助けてもらってる。ありがとう。気にするなって、友達だろ？それにオイラたちは、お前に貸しがあるから、全然怖くなんかないぜ。それもそうね。わかった。今日のところは、帰って寝るわ。また次回、一緒に考えましょう。お友達ね。覚えておくわ。オロルンはきっと隊長と合流してるよな。予備案ってやつについてか？隊長の話を信じるのか？確かに、あいつに聞くのが一番早いな。でも今日は遅いからもう寝ちゃってるだろうな。明日の朝一に行くってことで、今日はもう、よし。